これから帰りのフェリーに乗るんですけど、今桟橋に来たらツバメがね退去して、この桟橋の下からどんどん飛び出してきてます。不気味なくらい。この桟橋の下で巣作ってんだろうかね。もう次から次へと出てきます。僕らが乗る船、本当は4時出航なんですけど、あれあれだっけ、あれあれやっぱりこの船が出てからだったわ。うん、さっきからずっとあそこに泊まってて、おやっぱり国の船は上に、うん、外に出られるね。うん、やっと、こっちに向かってきてますね。あれに乗る予定です。これは多分、エレファントビーチから戻ってきて、あ、ポリスのボートもあるね。ポリスのボートもある。相変わらず水きれいだね。お、アクアランド。ああ、スクーバやる人がいるんだね。夜のスクーバかな。お、でっかいエンジンつけてんね。スズキの250。あー、もう椅子はないね。はい、フェリー、公営のフェリーが出て行って、交代に僕らが乗るフェリーが、さっきまでずっと沖合で待ってましたけど、やっと来ました。ツーショット撮れるかな。ほう、ギリギリ入った。国営の方が外でかいね。値段もだいぶ違うみたいです。その辺はちょっとわからない。なんかね、ネットで予約ができるできないとかってそんな話があって、あの業者に頼みました。こちらです。じゃあもう少し待ってます。